はい、どうもです。ただいま買い物から帰ってまいりました親父でございます。ちょっと買い物報告したいと思います。よろしくお願いします。今日はね、お茶、会社のお姉さんがまた誕生日になったんでね、誕生日プレゼントをね、ちょっと買ってきました。まあいろいろね、ハードオフとかも行ったのよ。収納をね、ちょっと考えてて、ゲームのじゃなくて、お皿とかね、食器だとか、あとはタオルとかさ、パンツとか靴下がさ、それなりには整理はしてるんだけども、なんかちょっと増えてきたりしてると、ごちゃごちゃなったりしがちだから、ちょっとね、一つ、収納ケースを買おうかなと思って。で、まあ、ハードオフとホビーオフが合体してるようなところね、ちょっとまあ行ってきたんですけどね、まあちょっといいのなかったんで買わなかったんですけど、まあその他にまあスーパーだとかドラッグストア、相変わらずマスクはないね。タイミングが合えば見つかりそうな気もするんですけど、あとまあ動画がちょっと溜まってたんでね、セブンイレブンさんの方で動画上げてきたりなんなりしました。なんでね、セブンイレブンさんでもちょっとね、ありがとう購入してきたんで、これいつもの。そしてね、メガドンキも行ってきたんで、そこら辺の紹介も兼ねてですね。はい、私好きなね、ファンタメロン。もう今やセブンイレブンでしか置いてないからね。あとはちょっと美味しそうだったんでね、サクサク食感のしっとりいちご。これはどこだっけかな？そう、リスカスさんが出してる、これのチョコレートになるでしょ。あれのいちご味が出てるんだけど、まあ、それと同じなんですよ。ただ、まあ、美味しそうだったんでね、買いました。まあ、食べたことあるんですけど、何回も。いちごの香りが、破け方が悪いわ。変な破け方しちゃった。まばらだな。なんかね、昨日歯医者行って、またね、神経の治療ちょっとしたので、なるべく右やったんだけど、左だけでね、治療したところで噛まないようにしてくださいって言ってました。2、3日痛みが出ると思うんで、噛んじゃうとね、余計痛くなっちゃうかもしれないんで、もし痛みが出たら連絡くださいってことだったんですけど、なるべくね、噛まないように。野菜ジュース。あれ、おっきいのがもうなくなっちゃって、それを買った方が安いんだけど、最後のね、セブンイレブンで気づいたからさ。で、今日のスイーツはこれ。金のマーブルチョコアイス。これいくらだったんだろうな。レシートもらったな。ちょっと後で見てみよう。多分これ、三角のコーンのがあるでしょ。コーンがついてる三角の。あれとね、全く同じやつだと思うんだけど、コーンがついてない分値段安いかなと思って、そのね、セブンイレブンね、なんか値段書いてないんだよね、あんまり。ちっちゃいセブンイレブン、いつも行くセブンイレブンなんだけど、お、すごい、ハーゲンダッツのスプーンが来た。ね、私大好き。日清ヨークさんのね、十勝飲むヨーグルト、いちご。これ美味しい。乳臭いのがあんまり得意じゃないんで、まあ、飲むヨーグルトはまあ飲めないことないんですけど、その中でもこれはね、好きだな。そしてこれ、セブンイレブンさんのね、黒糖ロールマーガリン、108円、110円か、108円だね。店内で食べないからね。明日のお昼ご飯ちょっと買いました。あ、で、そうだ、先にちょっとこれ紹介しとこう。まあ、セブンイレブンはでも終わりです。最近はね、そば食してたんですけど、久しぶりにお米買いました。ドン・キホーテさんでね、千葉のね、タコ米、コシヒカリなんですけど、まあ、タコで作ってるコシヒカリなんですけども、通常ね、タコ米って言われてるやつでね、これがね、美味しいんですよ。2キロでお値段が899円プラス税ですけどね、ちょっともうお腹空いてるんで、先にちょっと一回ご飯炊いてきます。はい、今ご飯のね、スイッチポンしてきました。おにぎりとか巻き寿司とか買うことあったけど、もう2週間ぐらい買ってないかな。
なんか無性にね、サバの塩焼き買いたくて買ってきた。2個でね、2切れっていうのかな、190。あ、なんで俺開けたんだろう。食べるときチンするのにね。まあいいや、もう一回開けたんなら開けてみせたい。これとね、銀鮭の塩焼きもあったんだけど、サバかなと思って今日は。うわ、いい香り、素晴らしいな、ね、多分もうこれ骨とか取ってんじゃないの、食べやすいようにね。そんな気がする。で、誕生日をね、何にしようかなと思ったんだけど、なんかプリンが食べたい、プリンが食べたいずっと言ってたのよ。あの、誕生日に買ってってことじゃなくて。だからまあプリン買ってきた。やっぱこう魚触った、手で触ったらプリンが臭くなっちゃう。やべ、プリンが臭くなっちゃうわ。大丈夫か。あ、こっちも臭いな。ちょっと待って、一回手洗って、一回ちょっと手洗ってこよう。魚臭いプリン。アルコールで拭いとこう。やっぱ横とかしたらまずいな。プチンプリンのいちご、濃い練乳ソースがけ。なんかね、大きいのがあったら大きいの買おうと思ったのよ。ビッグプッチンプリンあるじゃん、そっちの方が面白そうだから。あと普通の買った。だいたいまあ300円ぐらいって決めてるんで、これでね、まあ300円超えてるんだよな。うん、でもこれで終わりでもいいんだけど、どうしてもね、ネタに走っちゃうんだよね。これだけ買ったんだと、もう それだけじゃないの、笑いがないのよ、ここには。で、笑いを込めようと思って、あれ、なかった、なかった、こちら買ってみました、ペヤング。まあ、以前もちょっと一回話したかもしれないんですけど、まあ、会社のパートさんとかとね、いろんな何が好きみたいな話をするわけ。うまい棒だと何が好きだとか、ガリガリ君だと何味が好きとかさ、いろいろ聞くんだけど、カップ焼きそばの時に、その子はね、一平ちゃんが好きって言ったの。で、私は断然ペヤング派なんで、いや、ペヤングの方がうまいだろうって言ってね。で、大体ね、統計取ると、ペヤングか UFO がこう、競って、で、まあ、ペヤング買ったり UFO 買ったりするんですけど、その日はなぜかね、まあ、全員に聞いたわけじゃないんですけど、一票差でね、一平ちゃんが勝って、一平ちゃんが好きだっていう、あ、ちょっと待って、今度ね、アイスをしまってくる。で、一票差でね、一平ちゃんに負けたのよ、ペヤングが。だからその子だったら、まあ、一平ちゃんが好きだから、ここに一平ちゃんを足すのが普通なんだけど、あえてペヤングをね、こう入れることによって人笑い取ろうというね、この親父の作戦ですよ。面白いか面白くないかっていうのはその人が判断するところで。だとね、私今カレー味好きってよく言うんですけど、UFO のね、カレー焼きそばまた出ました。これ期間限定でね、定期的に出るんですけどね。ただ今回はね、濃い濃いソース付きってことだったんで、ちょっと気になったんで買ってきました。138円ぐらいだったかな。ペヤングの方はね、128円ぐらいです。で、チリトマトヌードル、私の好きなチリトマト、もうワンツーが揃ってるよね、カップラーメン系のチリトマト。カップ麺で一番好きなの多分チリトマトだから。で、カップ焼きそばで好きなのはペヤングなんで、これはね、あれ、最近流行っている、多分私がこれ動画上げる頃にはもう流行りは廃れてると思うんですけど、カップヌードル焼きそばっていうのがどうやら流行ってるらしくて、で、これが好きなんでね、これで作ろうかなと思って買ってきました。そしてね、これは多分一回食べたかもしれないな、ラオウのビリビリ辛うま汁なし担々麺、噛むほどにしびれる箇所練り込み麺ってことでね、買ってきました。最近ね、またカラカラウオが出て、で、極激からね、ペヤングの辛いものがこうちょっとまたね、今寒いっていう時期もありますけどね、出てきてるんですけど、私も辛いの食べたくなって、ただ極激辛は食べられないんで、これがね、109円ぐらいだったかな、ちょっと安かったんですよ、 50% 以下オフぐらいのやつで、なんでね、購入してきました。そして
まあ、最近はね、これにはまってるんですけども、一時ね、これにもハマってたのが、また久しぶりに飲みたくなったんで、生アップルティーを明日のお仕事用にね、持っていこうと思います。最後はこちらでございます。はい、なんかたくあんが食べたくなったんでね、切りたくあん買ってきました。ご飯炊けたら、まあちょっと昨日買ったね、揚げ物とかもあるんで、そういうものも含めてね、食べていこうかなと思ってます。そして最後こちらでございます。プレゼントをね、入れる袋を買いました。そもそもね、なんかラッピングしたりとかしてプレゼント渡さない、いやらしさが出ちゃうから。だから紙袋じゃね、もうなんだっけ、スーパーの袋のままね、プレゼントとかをするんですけど、あえてね、これにした。こういうの、これを100円で買った。なぜかというとね、この子がね、誕生日何買ってくれるのかなとかって言ってさ、って言っててさ、私コーチがいいなと、コーチっていうのがあるんでしょ、コーチのバッグか財布か知んないけど、コーチがいいなとかさ、グッチがいいなとかさ、言うわけですよ。そんなの買うわけないじゃないですか、そもそも。多分高いだろうし、しかもそんなの買ったら気持ち悪い感じになるからね、そこらのおっさんが。だからこのね、バッグはね、私ね、100円で買った、ダイソーで買ったこのバッグをね、グッチとコーチにしたいと思います。だいたいこんなのあれですよ、グッチ。でも いっちゃいますよ、一気に下書きなしで、ほら、グッチ、グッチのカバンになったでしょ。ただこのままだとさ、本当はコーチが良かったなとかっていう場合あるんで、どうしよう、これ逆に降りたいな。もうそんなね、そういう技には私は引っかかりませんよ。だからこっち側にコーチって書いてあるよ、コーチって。つまんないかな。でもね、案外ね、うちのパートさんね、割と私に興味を持ってくれてるんで、ちょっと笑ってくれる。多分いけると思う。それなりにね、苦笑いとかじゃなくてね、ちょっと相手してくれると思う。どうですか？グッチのコーチのバッグ買ってきたよっつって、これに入れて出すっていうね。どうですか、この二流の。あ、ちょうど入る。あ、いいよ。ほら、いい感じ。で、ペヤング入れるでしょ。ほら、これ閉じたいな、こうやってな。ペヤング逆の方がいいかな。ペヤング逆の方がちょっと面白いかもね。で、これ止めてね、渡そうと思う。グッチのバッグ買ってきたよって。グッチってバッグあんの？コーチってバッグあるのかな。なんか財布とかで言ってたような気もするんだよな。まあ、ちょっとネタとしてはね、くだらないんですけど、まあいいかなと。ちょっとプリンはね、一応冷やしとく、冷蔵庫に入れて、ね、で明日渡そうと思います。ってことでね、以上の買い物報告になります。皆さん、私のね、二流三流のギャグが起きるように祈ってってください。で、振り上げる頃にはもう終わってるんで、後日またね、どうだったかっていうのを紹介したいと思います。それではまた、バイバイ。